おっす。どうもザッキーです。今日なんですけども、木村拓哉さんと工藤静香さんのお子様のこうきちゃんとここみちゃんについての今回動画になります。一部ショートの方でも上げさせていただいたんですけども、どうやらお二人の顔が両親ともに似ているというのがすごく今話題になっておりまして、あたりとも右上に出てると思うんですけども、木村拓哉さんの顔がこうきちゃんの顔にものすごく似ていて、工藤静香さんとここみちゃんの顔がまた似ているというのがすごく話題になってます。ただね、結構ヤフーニュースとかでもね、検索するとよく出てくるんですけど、顔はすごく似ているんですけど、どうやら性格が真反対ということで、木村拓哉さんと近かったらすごく言いたいことをね、率直に言うタイプということで、この性格がね、どうやらここみちゃんに似てるらしくて、でこうきちゃんに関してはお母さんの工藤静香さんの方に似ているというのがすごく話題になってますね。で最近ですと親子共演ということで、紅白歌合戦にもここみちゃんと工藤静香さんが一緒に共演されたりとかして、すごく今話題になったと思うんですけど、今後ね、木村拓哉さんとこうきちゃん、ここみちゃんと、もしくは4人共演してね、出てくる日なんかももしかしたら近いんじゃないかなと思ってます。でここみちゃんとこうきちゃんに関してはもうすごく、ブルガリとかね、そういった海外のところの、雑誌とかにも取り上げられるぐらい今すごく有名、もう誰も皆様がもっと知ってるぐらいな感じなんですけども、本当に一般の方とね同じような感じではもしかしたらないかもしれないんですけど、すごくねもう本当にいい子たちに、個人的な意見ですけど、いい子たちに育ったというところで、あすごいなって改めて思います。あんなねやっぱり家庭に育てるには、それなりにやっぱり常識もそうですし、結構親の七光とかっていうことでね、悪さしてしまう息子さんや娘さんっていらっしゃると思うんですけど、もう本当木村拓哉さんちのねお孫さんは本当によく育ったなっていうところで、もう本当にベタ褒めじゃないんですけど、本当に褒め殺しぐらいな感じでね、すごくいい子たちに育ったんじゃないかなって思ってます。そんな感じでね、今回木村拓哉さんについての動画だったんですけども、本当にヤフーニュースとか記事に関しても拓哉さん、工藤静香さん、ここみさん、こうきちゃんということでね、本当に連日のように取り上げていただいているニュースなんで、もし気になるニュースがございましたら取り上げていきたいと思います。もし視聴者さんの中でも、こんなニュース面白いよとか、もしありましたら、共有いただけたらそれを動画にさせていただければと思います。まだザッキーチャンネルの方登録していない方は、ぜひこの機会にチャンネル登録お願いいたします。高評価を押さないでね、コメントいただけるとすごく励みになりますので、皆様コメントもどしどしいただければと思います。では次回の動画でお会いしましょう。皆様、バイバイ。